いやー、高校野球は感動するなー。お、負けた学校が甲子園の土を持ち帰ってる。この光景も泣けるんだよなー。いや、土持って帰りすぎじゃない？ここシャベル持ってくるやつおる？発掘隊みたいになってるやん。いや、ブルドーザー来たー。持って帰るとかいうレベル超えてるで。え、この砂で地元にもう一個甲子園作ろうとしてる？ん？なんかマネージャーの子が壊れた電化製品持って、いや、不法投棄！こいつら負けたからってむちゃくちゃしよるで。ん？看板？甲子園移転のお知らせ。いや、ここ壊して地元に作る甲子園本気にしようとしてるやん。おい、こいつら早よ捕まえて、鉄格子園にぶち込んで。